おはようございます広瀬まりです今日もあなたがあなたらしく輝くヒントをお送りします今日は覚悟を決めて進むですどんな人でも毎日毎日前進しています毎日の小さな目標に向かってあるいは少し先の夢に向かって努力しているのだと思いますそしてここぞという時には覚悟を決めるのです をを心の内に秘めめて覚悟を決めることもあれば自分の心に燃える炎を静かに燃やしながら黙って自分の目標に向かって進んでいくそんなふうに覚悟することもあると思います自分を鼓舞するために自分の思いや闘志を口に出して自分の耳で確認したり誰かに聞いてもらって覚悟を決めることもあると思いますいずれにしても 覚悟をを決めてさらにに前進すするるそれが人生を豊かか方法ではない,かと,思います覚悟というととても大げさに聞こえます。私はそんなに覚悟を持って生きているわけではないと言われる人もあるかもしれません。でも日々の小さなことも覚悟して進めているのだと思います。例えばお掃除をする時「さあ今から始めるぞ」。 覚悟しますよねお洗濯もしっかり「今日はお天気がいいから洗濯をしよう」と決めて洗濯に取りかかるのだと思います。お仕事に出かけていらっしゃる方なら「さあ今からお仕事モードだ」と気持ちを切り替えて覚悟をして臨むのだと思います。日々当たり前になっていることなので意識することはないのかもしれませんが人は一つずつ覚悟をし 選択をしながら進んでいるのですそして少し大きな目標を見出したときに改めて覚悟をする意識を持って進み始めるのです人生は選択と覚悟の連続なのですそれをうまく使って自分を奮い立たせ歩いていけるといいですね今日もあなたがあなたらしく輝きますように広瀬まりでした気をつけていってらっしゃい